トレンデラ・コスタはアルゼンチンの大ブエノスアイレス都市圏で運行されている旅客輸送を行う電気鉄道である。この鉄道路線は1891年以降にブエノスアイレス、ロサリオ鉄道によって1676ミ、mm、リメートル期間で開通し、1908年にアルゼンチン中央鉄道の一路線となり、1931年に 第三機上方式による電化も行われた。1948年にこの鉄道は国有化され、ミトレ将軍鉄道の都市近郊区間であるミトレ線の一部となったが、別のミトレ線と並行していたため、全車系統のうち、バルトロメ・ミトレ・ティグレ・アールの区間が1961年の高車系統への日本製電車東芝の導入に伴う駅ホームのかさ上げ工事に代表される、 そのような中、1990年に、アルゼンチン国鉄の民営化プロジェクトの一環として、この区間の観光鉄道としての再整備、復活計画が策定され、線路は 1435mm 期間に改めきし、河川電圧は 1500V の直流電化に昇圧がなされ、運営権を持つ企業、SCP 社により1995年4月21日に、 観光及び近郊鉄道として再びこの線路上での営業運行が始まった。沿線にはかつての8駅の再整備の他に新しく3駅が設置され、各駅にはショッピングセンターを併設し、通勤通学の需要だけではなく、外国からの観光客も楽しめる鉄道をコンセプトにしている。しかし、開業2年後のアジア通貨危機を発端とした。 世界的な経済状況の悪化は SCP 社を直撃し、それに追い打ちをかけるかのように利用客も減少した。各駅に併設されているショッピングセンターにはテナントが目立ち始めた。この路線は素晴らしい景色で有名であるが、運営する SCP 社の経営状況は一向の上向きにならず、2011年には職員の給料の支払いを国家がするような状況となった。 このような状況を打開するべく、政府は SCP 社の運営権を取り消し、2013年に再国有化され、この区間は52年ぶりにアルゼンチン国鉄による旅客運行となった。車両や設備意識は SCP 社時代のものを塗装変更や手直しし継続して使用しているが、2019年に路線のさらなる活性化を図るため、 ブエノスアイレス地下鉄の H 線で使用されていた、シーメンス O&K 電車のリニューアル車エメパを導入することを策定した。導入予定の地下鉄車両をシーメンス O&K、K、エメパ路線は、ミトレ線、ヘルティーロ・ミトレ、バルトロメ・ミトレ系統のバルトロメ・ミトレ駅に隣接する、マイブ駅とブエノスアイレス州のティグレ市にある、デルタ駅の間の 15.5km を、ラプラタ川に沿う形で結び、 駅周点を含めて全11駅。前述したように路線は、ミトレ線路レティーロ・ミトレティグレ系統との平行路線となっている。なお、LRT としても知られているが、道路上を走行する区間は一切存在しない。新車時の塗装車両は、スペインのメトロバレンシアの3700型と同系の2車体連接の電車で、スペインのカフ社で製造された。製造元より、 カフやカフ3700と呼ばれる。ありがとうございます。